それでは、小高圧 d c d c コンバーター ADP2503-2504 を紹介します。こちらの特徴は大きく3つあります。高効率、少ない部品点数、トータルで小スペースということが挙げられます。まずは、高効率ということに関して説明いたします。 ADP2503-2504 は強制的に PWM 動作で駆動するようなタイプもしくは低負荷時にスイッチング周波数を落とすような PFM 自動切り替え2つのモードが選べます低負荷時のノイズが嫌いという場合にはこちらの PWM 動作を選んでいただきますまた電池の寿命を伸ばしたいという場合にはこの低負荷時 PFM 自動切り替えというものを選ぶとこの通りほとんど無負荷の状態では70%近くの効率を保つことができますまた ADP25032504 は少ない部品点数だということが言えます左の方は従来の弊社の製品小圧の DCDC DC コンバーターでセピックの回路 使ってて圧を実現している回路になりますステピック回路というのはインダクターが2個もしくはコイルを1つ必要としますので回路の規模が一回りも二回りも大きくなりますそれと引き換え ADP2504 の場合には FET が内部に4つ入っていて小圧をする時は小圧の回路高圧をする時には高圧の回路が動いているという最適な小高圧の 電源としして駆動しますまた ADP2504 はどんどん進化してきているということが言えます従来の他社の製品では 1MHz のスイッチングレギュレーターで周辺部品も多かったですさらに周辺部品が小さくなってきましたで2504の場合にはスイッチング周波数を 早くしてさらに周辺部品を取り込んでいるということが言えるのでトータルのスペースが一番小さいというものになっていますここで小高圧のメカニズムを紹介いたしますまず入力の電圧が出力電圧よりも小さい時小圧の回路として動いている 状態をこちらの図に表しています入力の電圧の方にインダクターそしてグランドと出力の間に FET がつながっていますこの状態では同期整流の昇圧の回路として動いています次に入力の電圧が高い時この時は FET がこのような並びで後ろにインダクターがつく 一般的な高圧のスイッチングレギュレーターとして動いていることが分かりますこのようにして入力の電圧が大きく変わっても出力の電圧を例えば3.3で一定に動かすということができるというものになっていますこちらがまとめになります ADP の2503-2504はリチウム電池の電圧範囲に最適な 2.3V から 5.5V において出力電圧を3.3もしくは 5V という電圧を出すことに非常に最適な製品ということが言えますさらにこちらの製品は 2.5MHz という形で高速スイッチング周波数なのでインダクターが一回り小さいものが使えます ADP2503-2504 のサンプル評価ボードのご要望は代理店までご連絡ください。よろしくお願いします。